今アップルビジョンプロ体験してきました。すごかったです。アップルさんの動画をみんな見て、そんなわけないよって、まあここはちょっとこうなるんだろうなとかっていろいろ思ってるかもしれないですけど、正直どれほど期待しても裏切られることはないと思う。思ったよりずっとすごい。僕これ今ビジョンプロ外して外に出てきたんですけど、これをあと1年ぐらい使えないかと思うと、もう外すのが惜しくて惜しくて悲しくなっちゃったぐらいです。体験の中で何が一番すごかったかな、まず喋らなきゃいけないのはポインティングデバイスは目なんですよ。で結構入るときにセッティングがあって、僕はメガネ使わないのでそこのところはなかったけど、メガネ使う人はメガネのセッティングをしてレンズをはめたりするらしいです。フェイス ID みたいな、こう顔をこうやって設定するのと、空間オーディオのやつ、空間オーディオの設定がありました。ポインティングデバイスは目なんです。見たところがパッと浮かび上がってくる、マウスオーバーしたみたいな感じになる。その時にパチッとこう手をタップすると選択されるんですけど、別にこういちいちそこに手を持っていく必要はなくて、まあこの膝に置いた手をプッとこうやるだけで認識される。もう今この現実空間をこうやってつかめるんじゃないかと思うぐらいちょっと興奮してるんですけど、で例えば写真がダーッと表示されてる中でそれを選択したかったら、その写真を見てここで手をプッとやると、その写真がパッと大きくなる。ウィンドウをパッと掴んでギューッと開ける、広げられる、こうやったら向こうへ行く、こうやったらこっちに来る。ウィンドウすりガラスみたいな、半透明のウィンドウなんですね。だからその向こうにあるものもうっすら見える。そのウィンドウこっちだったりこっちだったりできる、こうやって覗き込むとウィンドウのエッジも見えるし、裏側まで行くとウィンドウの後ろは灰色の板になってるんですけど、完全にねもうその空間の中にそれがある感じなんですよ。で、そのウィンドウのエッジもそのすりガラス感もあのビデオのそのままです。もう思ってる通り。一番すごかったのは、空間写真と空間ビデオ。これ自分だったら泣いちゃうなと思ったし、例えば、亡くなった人のが残ってたりしたら何度でもそこに行って会えるし、もうなんか想像しただけで泣けてきちゃうぐらい。今誕生日のビデオだったんですけど、ふーって子供がろうそくを吹き消して煙がふわってくる、煙の匂いがここでするかって思うぐらいの現実感。写真がここに表示されてるんですけど、ぶわってくる、滲んでて周りが、そこの世界に入っていけるようで入っていけないみたいな。あれはあのビジョンプロで撮れるらしいんですけど、あれ残してあったらすごいだろうなって思う。あとね、パノラマ写真をね撮っといた方がいい。バーンってこういうあの綺麗な風景をパノラマ写真をこういう風に扇形にビューって出るんですけど、でしかもね、なんかその縁をこう覗き込むと微妙に縁がある感じじゃなくて、ぼわって滲んでる感じで、表示されてて、もう本当にそこにいるみたいな気分になれるし、あと、エンバイロメントっていう機能があるんですけど、エンバイロメントっていう機能ではその、まあ、普段こう部屋が見えててそこにウィンドウがありますよね。でもこの部屋をまたあの壁紙みたいなもんです、その空間にできる。だからなんか、湖畔の空間にして、このクラウン、デジタルクラウンをくるくるくるっと回すと湖畔の空間がまあリアル 100% になったり、その0から 100% まで自由に変えられるんですよね。だからこう映画見ててボワッとここに湖畔があるよっていう状態から、その湖畔もう完全にどこ見てもその湖畔にいますよっていう風にしたり、まあそれはあのその時は湖畔のやつしか見なかったですけど、例えば月面であったり山のてっぺんであったり、いろんなところにいる状態にできる。もうちょっと細かい現実的な話をすると、実際に見えてるこのリアル風景はこれを見て、完全に歩けるで、酔ったりとかするあのズレみたいなのは、ね、全然ない、普通に歩けるし、ただ若干サイドが低い、非常に高精細で、これまで見たどんな VR ゴーグルよりというと大げさか、僕そんなたくさんは見てないんで大げさですけど、かなり高精細なんですけど、まだレティナ一歩手前、解像感、まあ現実薄皮一枚感はある、でも結構リアル、でもちょっとサイドが落ちるかなっていうのと、こう上見たり下見たりして、まあ、天井にライトがあったりすると、若干感度を上げたり下げたりするんで、
こうやるとちょっと暗くなったり、こうやるとちょっと明るくなったりみたいな、そういう違いは出るかな。で、逆にその作られる、おーすげえ、アップルマークすごいな、ハチドリ飛んでる、ハチドリだと思うんですよ、ホバリングしてるから。ここも VR 空間みたいな感じがするんだ。あの現実に見える風景は若干ちょっとサイドが足りない、ちょっと解像感が足りないっていう感じがする。でも逆にコンピューターが描く絵の方が、しっかり、サイドとかがあるんで、そっちの方は解像感が足りない感じはしないという、ちょっと逆転、現実より描かれてる方が現実感があるっていうぐらいの逆転現象がある。でもまあ別に問題なく、普通に部屋の中しか歩いてないですけど、歩いたりしゃがんだり立ったり座ったりしても全然問題はない。あとね、恐竜の、動画みたいなの見たんですけど、壁にバーンってスクリーンが出てきて、その向こうから恐竜が来るんです。でその恐竜に手を出したら、あのインタラクティブで手を出したらブワッと近づいてきて恐竜触れるんですよね。でガバッとかって噛もうとして思わずこうなっちゃったりとか、もう完全にここに画面から出てきて恐竜がここにいる感じからまた向こうへ戻っていったりとかする映像とか、あれもうゲームとかやったらもうほぼ半現実というか、現実空間の中に染み出してくるので、その感覚がね、これまでの VR ゴーグル、AR ゴーグル、VR ゴーグルで見てたよりかなり現実感があるので、もう本当に現実感に染み出してる感じが半端ない。まあ言いたいことはねめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。でまだ僕も消化できてないんですけど、とにかくね今考えてるのは、アメリカで発売される瞬間にアメリカに来て買う、絶対これ外してあと1年間使えないのは残念っていう感じがするぐらい、あの今アップルパークの中をずっと歩きながら戻ってたんですけど、今ほらアップルっていうと一般の人は iPhone の会社って思うんじゃないですか。僕らにとっては Mac の会社だったのに、だからそれが、あ、アップルビジョンの会社だよね、あ、昔 iPhone とか Mac とか作ってたよねっていうぐらいの感じになるんじゃないかっていう、そのぐらいのインパクトがある。まだねこう感想が消化できてなくてうまく伝えられないのがもどかしいけど、最初にも言ったけど、一番伝えたいのは、どんなに期待してても裏切られることはないです。あのまあ、ちょっと解像感とかあの明るさとかなんかそういう感じはあるかもしれないし、もう一段まだ、解像感、レティナ度合いに関してはステップがあるかもしれないですけど、まあ、普通にあの動画とかプレゼンテーションを見て想像するそのものが体験できます。本当にすごい。皆さんあと1年半ぐらい、まあ、日本で買えるようになる前おそらく1年半ぐらい本当に楽しみに待ってていいと思うし、50万円高いなと思う人はもう一生懸命お金貯めた方がいいと思う。あれはね買いたい、もう僕はもう絶対買います。これ多分ちょっと値上がりしました、100万円になりましたって言っても買うかなっていうぐらい、そのぐらいインパクトのあるデバイスだし、これはね絶対体験したいもの。またアップルがすごいもの作っちゃったなって、この話をね僕ねこれから1年間人にめっちゃ言う、それはしんどいなと思うんですけど、すごいデバイスでした。この体験ができてね本当に良かったと思う。またねもうちょっと理路整然と話せるようになったらもっとねちゃんと説明したいと思いますけど、今ねもう体験して出てきたばっかりなんで興奮してますけど、皆さんも楽しみに待っててください。サンダーボルトの村上拓哉でした。ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では。